座ってから行動、座るまでは力を入れないでください。チャグル TV 始まるよ。こんにちは、チャーリーです。今日のレッスンはトップダウンインパクトにかけてどういう感じに力を出せば強い当たりで飛距離を出せるのか、ヘッドスピードを上げてボール初速を上げることができるのか、ダウンスイングにおける大切な秘訣のお話をしたいと思います。まずダウンスイングというのは2つのパートに分かれています。この2つのパートというのは、切り返してエネルギーを貯める第1パート、トップからこれ1、ダウンスイングでいうとまだ半分です。ここからインパクトにかけてパワーを出していく、これが2。トップからインパクトまでにメリハリをつけながらエネルギーを貯める、そして出力する。ダウンスイングは2つの動きが1つになってエネルギーが出せています。やり方ですが、大きくヘッドのエネルギーを最大限に活かしながらトップまで行きます。ここからダウンに入るときにシャフトのしなりをしっかり手のひらで受けて力をためます。このためるというのは具体的にはスクワットし、シャフトのしなりを受け、ダウンスイングの後半で最大に力が出るように準備をします。スイングとトイレは座ってから行動します。座ってから行動、座るまでは力を入れないでください。この座るというのは垂直跳びをする時のこの予備動作のこと、座る、これに回転がついてます。座る、出力する。ジャンプしようと思えばお尻は突き出し、膝もちょっと曲げてしっかり地面に力がかかります。こうやっては飛べないですし、こうでも飛べません。高く飛ぼうと思えばその人のちょうどいい角度、太ももとかお尻の張り、これをダウンスイングの前半で行い、まだグリップは胸の高さぐらい、体もまだそんなに開いていない。ただしゃがむと回った腰は正面に戻るので、左回転しようと思ってなくてもある程度勝手に左回転は始まっています。これが第一パート。そしてこの時に実際はシャフトのしなりやヘッドのエネルギーというのは手ではもう受けてますが、この力をボールにぶつけるにあたって足はここから、肩の回転や足の蹴りはここから発揮します。細かく分けるとヘッドのエネルギーはシャフトで受け続けてるんですけども、足というのはしっかり2段階、実際ボールに対してエネルギーを出力するのもこの辺りから出力してます。これは個人差もあるとは思いますが、いきなりトップから座ってないのに力を入れる、叩きに行く、ダウンスイングが2つのパートに分かれているとしっかり認識していただいて、いかに第2パートが始まるときにエネルギーを出す体勢を1で作るか、エネルギーをしっかり溜め込むのがダウンスイングの初期の目的です。この意識をされたことがない方がドライバーなどでグッと2段階に分けてもらった瞬間にヘッドスピードがとてつもなく上がって球が20ヤードも30ヤードも飛ぶというのはザラにあります。逆に言うとそのぐらいダウンスイングを1つの動きでやられている方が多いと思います。この時点ではまだ胸も開いてないですし、手も下まで降りていません。リラックスで力をため、ここからインパクトフォローにかけて全力でパワーを出します。
多くの方がトップからいきなりボールに対して出力されています。特に下半身というのはトップからいきなり体を回したり肩を開いたり体重移動したりではなく、トップダウンスイング初期、ダウンスイング後半、エネルギーを解放する、回転スピードを上げるのはダウンスイングの後半から力を出します。意識してトップ、そしてグッ、この時に力をためる、伸びる、ためる、解放する。よく打ち急いだと言いますが、これはトップからいきなり回転を始めた、いきなり力を込めた、これを打ち急いだと言います。上体が突っ込む方やクラブが刺さって引っかかる方、多くは切り返した瞬間に一度力をためるという動きをされていない方が多いです。時間としては一瞬です。ゆっくり待ってる時間はないのですが、それでも意識して一度エネルギーをためて本気で振るのはここからですね。ここから力を出す。このダウンスイングの初期後半、第1パート、第2パート、第1パートはある程度脱力、ジャンプする時のしゃがむ時のように足はしっかり地面を踏みしめて太ももに負荷はかかってますが、力的には脱力です。このあとスピードを出すので、ここでグッとするというよりは地面に自分の体重を踏みしめて、後半の第2パートのために準備をする、そのイメージでスイングしていただくと、シャフトのしなりも活かせて、ヘッドスピードも出て、ボール初速も出て、リズムよく飛距離の出るスイングができてきます。溜める、ここから振る。トップからインパクトまでのダウンスイングは2つのパートに分かれている。特にドライバーやフェアウェイウッドなど長いクラブでシャフトのしなりを生かして飛ばそうと思うと、このしっかりと2つのパートに分ける、この意識で練習していただくと、頭が突っ込んで打たれる方、スライスや引っ掛けが出る方はとても効果的に良くなってくると思います。一度お試しください。それでは。